プロ野球選手には必ず引退のタイミングが訪れます。2023年も多くの選手たちがユニフォームを脱ぎ、華々しいセレモニーが催され引退した選手もいました。しかし、そうした選手たちの中にはトラブルの後、突如として引退を表明し球界を去った選手たちがいます。チームに貢献してきたはずの選手たちはなぜ突然引退してしまったのでしょうか。今回はまさかの電撃引退選手をご紹介していきたいと思います。ランディ・バース。阪神史上最高の助っ人として名高いバース。6シーズン在籍した阪神での最後は意外なものでした。バースは1年目の1983年から35本塁打、1984年も27本塁打と持ち前の長打力を発揮しました。そして1985年、開幕から打ちまくったバースは打率3割5分、54本塁打、134打点で三冠王とシーズン MVP を獲得。54本塁打は当時の日本記録まであと1本に迫る記録でした。さらに日本シリーズでも3試合連続ホームランを放つなど、日本一に大きく貢献し、阪神史上唯一のシーズン MVP と日本シリーズ MVP の同時受賞者となっています。1986年には NPB シーズン打率記録である3割8分9厘を記録し、47本塁打、109打点で2年連続2度目の三冠王を獲得。しかしその後は成績の低下とともにチームも低迷。そして1988年、バースの息子が病気になったのをきっかけに阪神とバースの関係性は悪化します。その年5月にバースは子供がいるアメリカに5週間帰ることと治療費を阪神が持つという約束を行い帰国しました。その後は阪神と電話でやり取りをしていたバースでしたが、球団からの7月1日に帰ってきてほしいという要望を受け、チームに戻ることを決意。しかし突然、阪神からバースに6月末で解雇するという電話がかかってきます。これに納得できないバースは何度も球団と交渉しますが、阪神は当時の球団社長を解任し、高額年俸選手の締め出しに動いていました。最終的に子どもの治療費の一部を阪神が持つことで話し合いは決着しましたが、再契約することはなく、バースは34歳で引退。バースは史上最高の助っ人外国人のイメージを残したまま突然去ってしまいました。江本武則。江本は南海や阪神で活躍した選手で、通算113勝を挙げた投手です。特に2年目の1972年からは8年連続2桁勝利を挙げるなど活躍を見せています。そんな江本が34歳で電撃引退するきっかけとなったのが、1981年8月26日の対ヤクルト戦でした。この日の江本は4対1と3点リードの8回に捕まり、1点を返されます。それでもなんとか2アウトまでこぎつけ、ランナー2、3塁で8番打者水谷慎太郎を迎えました。水谷を敬遠し、9番打者の投手と勝負するのかベンチの判断を仰ごうとすると、監督の中西太は指示も出さずにベンチ裏へ消えてしまいました。江本は動揺しながらもボールゾーンへ球を外しながら中西の指示を待とうとしましたが、水谷に狙い撃たれ同点とされると、江本はここで降板。怒りの収まらない江本はロッカールームで、何を考えとんねんこのクソベンチがと激怒すると、翌日のスポーツ紙にはベンチがアホやから野球ができへんというフレーズで江本の首脳陣批判記事が出されます。これを問題視した阪神球団から10日間の謹慎を言い渡されると、江本は謹慎10日は首というのと一緒と返し、電撃引退となりました。実は江本はこの騒動の前から監督の中西と折り合いが悪かったらしく、中西がコーチ時代から犬猿の仲だったそうです。江本はシーズン中先発だリリーフだとめちゃくちゃな起用されてきた、いろんな伏線があった上で迎えたのがあの試合、あの発言は積もり積もった恨みに対するものだったと後に真相を明かしました。また
前年の1980年が8勝に終わり、2桁勝利が途切れたことで江本の気持ちは切れかかっていたそうで、この騒動が一つの気持ちの区切りとなったようです。貞岡昌司。貞岡は1974年に巨人に入団し、入団6年目の1980年にプロ初勝利を含む9勝を挙げブレイク。以降1981年に11勝、1982年には15勝を挙げた貞岡は先発ローテーションの一角として活躍しました。しかしその翌年から徐々に成績が下降。1985年には牧原ひろみが台頭すると中継ぎに転向となります。すると1985年オフに近鉄との複数人トレードを打診されました。しかし貞岡はトレードの通告を拒否し、巨人残留を希望します。貞岡は直近数シーズンの実績を考えれば通告を拒否しても巨人に残留できると思っていたそうですが、ここで巨人からは近鉄への移籍か巨人での引退を迫られました。巨人はトレードを打診した時点で翌年以降の貞岡を戦力として見ておらず、そのことを知った貞岡はプロ野球に入った時から巨人しかないという考えでした。頭ではトレードに従わねばならないと分かっていても、感情的に他球団のユニフォームを着ることを納得できないんですと話して29歳で引退を決意。ファンからも絶大な人気を誇った貞岡の引退劇は衝撃的なものでした。高橋由伸。高橋は天才と称される高い打撃技術を持ち、長嶋茂雄が巨人入団時から21世紀のスターになると期待を寄せた選手でした。1年目の1998年から松井秀喜、清原和博ら強打者とともに巨人の中軸を担い、打率3割、19本塁打、75打点の好成績を残します。新人王こそ川上憲伸に譲ったものの、強肩を生かした守備でリーグトップの12捕殺を記録し、新人外野手として史上初のゴールデングラブ賞を受賞しました。その後も高橋は巨人の中心選手として7年連続規定打席に到達。2005年以降は故障で出場機会が減りましたが、通算321本の本塁打を放っています。現役最終年となった2015年は77試合の出場ながら、代打の切り札として代打打率3割9分5厘を記録。高橋はその年のシーズンオフも現役続行の意向を示していましたが、ここで球団からまさかの監督就任要請を受けます。当時の巨人は原辰徳監督が退任し、後任を探している状況でした。さらにチーム内で野球賭博事件が発覚したこともあり、早急なイメージ回復に躍起になっていました。そこで巨人の生え抜き選手で人気の高い高橋が抜擢されます。高橋は話を受けたとき、一旦は保留にしたそうですが、オーナーたちとの話し合いで最終的に監督就任を受託。天才打者はシーズン中の引退試合もかなわぬまま、突然選手生活を終えることになりました。タイ・バトリー。バトリーは MLB で活躍した右投手、エンゼルスで大谷翔平の同僚でもあった選手なので、ご存知の方もいるのではないでしょうか。2018年にメジャーデビューすると、2019年には72試合の登板で6勝7敗26ホールド、防御率 3.98 の成績を残しました。2020年は短縮シーズンで27試合に登板しましたが、2021年は不調で開幕からマイナー落ちとなります。すると自身の SNS で、野球から去る決断をした、野球がどんどんビジネス化しゲームでなくなっていった、野球に対する愛情や情熱が薄れていくのをどうすることもできなかったと発表し、電撃引退。しかしバトリーの衝撃はここで終わらず、2022年にはなんと現役復帰しました。2023年もメジャーの舞台には立てていませんが、マイナーリーグから昇格を狙って奮闘しています。以上、まさかの電撃引退選手をご紹介していきました。実績のある選手たちが思わぬ形で引退するのには、ファンも衝撃を受け寂しさも感じますよね。
プロ野球界ではこれからどのような引退ドラマが生まれるのでしょうか。皆さんの思い浮かべるまさかの電撃引退選手がいればコメント欄でぜひ教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。